中田翔、ギリギリまで悩んだ巨人が大好きだから。中田は15日に複数年契約を合意の上で解除、柵オフ3年の複数年契約を結ぶ際に契約の見直しや破棄ができるオプトアウトの条項を付与しており、2年の契約期間を残しての対談となった。オプトアウトを行使した理由について言及。本当に最後の最後まで考えた。本当にこの巨人がすごく大好きだったのでギリギリまで悩んで、でもまだ自分は試合に出たい、打席に立ちたいと思ったので、その時は野球少年に戻るではないけど、やっぱり俺は試合に出たいと思った。出場機会を求めた上での決断だったことを明かした。2021年8月に日本ハムから無償トレードで加入してから約2年半の在籍、いろんなことを経験できましたし、本当に感謝しかないです。対談が発表された際にはナインからは赤烈のメッセージが多数届き、みんなが連絡してくれて嬉しかったです。徒歩を緩ませた坂本らチームメイトと過ごした時間は何よりの財産。坂本、隼人さんはスーパースターで、同じユニフォームを着てやるというのは想像していなかったので嬉しかった。隼人さんだけでなく、いろんな方からすごくいい勉強をさせてもらいました。巨人での経験も胸に新たな戦いを始める。翔さん、仕方ないわ。岡本にファースト志願されたら試合出られへんわ。たとえ岡本の成績上回っても岡本は下げられんやろ。かっこよかったで翔さん、巨人来てくれてありがとう。なおオメガ、おう。現役たらレフト岡本で一塁手を学ねし秋広と競争やったのにな。つらいさんにターン。巨人が好きなら悩まんやろ。監督が気を使わんといけんやん。どこかと話がついてるのかと思ったけど、そうでもないんか。金使い争うやから6億もらっときゃええのに。6億のベンチの肥やしを拒否したのはすごいと思う。まあ経緯があれなんで同情はしないな。秋広飯食いに連れてってくれよな。腹の後ろ立てないと居づらいんか。巨人に行って幸せになったやつって江藤聡以外いなくね。中田ももう来年35なんやな。このタイミングで出番求めてオプトアウトとか、えらい博打打ったな。もう子供しを感じる。言うて巨人以上に中田必要としてる球団ってあるんかね。上がり目のない年齢の一塁線をスタメン確約で取るとこ。もうロートルの域になってるし、たまにスタメンやってもらいます、代打で頻繁に出られますくらいの条件なら飲めるチームはありそうやけど、スタメン確約が条件とかになった。坂本は代表で同じユニフォーム着た。どこ行くん？西武あたり？割と広島ピンズドやけど、怪我の離脱壁あるから世話やめた方がええやろな。年俸人格はともかく、250、25本100打点の期待値は12分に需要あるだろ。 W 立浪と話はできてるんやろ。中日が山川と中田取ったら守備位置どうなるんや。ビシエドの去就は。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。